どうもこんにちは、特化軍です。本日は足跡で人数を読む、はい、ということでございまして、足跡で人数が分かるということでございますね。え、ちょっとね、戦術的な話なんですけれども、山とかね、誰かが取ったとかありますよね。歩いててこう山とか歩きますよね。いや皆さん、ここ一般ではないよね。これ皆さん、猟友会の人かな、これ。歩いてた時に、足跡だと。これはまずい。だから、相手の戦力がどんなもんか。なるほど。単独なのか、人数を揃えてんのか。なるほど。これ何人なのと。大体人数を把握すると。そういう技術あります。これをね、今日やりたいと思いますから。佐藤さん、仮想敵ということでございまして、歩いていただきます。今日のね、土の状況がですね、めちゃくちゃにつきづらい。なんとか頑張りますんで。前へ、進め !1、2。はい、これ1人目。はい、2人目。3人目。3人目。4人目かよ。おい、多いな。まあ、10人を超えてもね、大体分かる方法とはされています。今ね、4階屋の佐藤さん1人で歩きましたけれども、あれ、同時に歩いてると考えてください。グループで。我々今、2人しかいないんでね。そうですね、カメラマンも。カメラマンやりました。はい。ごめんなさいね、ちょっと見えづらいと。確かに。これは分からん。見えづらいんですけれども、人数を把握していきたいと思います。はい、方法なんですけれども、人の歩幅1歩分、これが75センチから90センチぐらい、身長にもよりますよね。そうですね、だ75センチ90センチぐらいの間とされています、ですから、私がまあ普通に歩いた1歩、このつま先からつま先、これ、はいはい、これで測っていきましょうか。まずここに線引きます。はい、はい、このつま先からこのつま先、これでだいたい75から90であると。これをですね、この足跡に向けて延長していきます。はい、いいですか。てん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 とね、てんてんてん、この幅を測っていきます。さあ、足跡ですね。はい、まあ大体こう、本当はまあパン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 数えればいいんですけど、ちょっと YouTube 用にね、分かりやすく、ギリギリ見えますね、このぐらい、はい、これね、ここ2つ見えますね。あ、これ重なってますけど、はいはいはい、1個、2個、はい、数数えていきます。さあ、よ、これ半分でもカウントしてください。あ、1000人かぶってても、カウントと、はい、カウントと、はい、2、3、4。でもこれもあるな。あ、はい、これもこれも、これ自分の足じゃねえよな。これもですね、これも半分で、これも、俺の足跡か前の誰かの足跡か。そうだね。こんな感じです。ここに入ってたのは何個すか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、この9個を2で割ります、うん、おおよそなんですけれども、そうなると、だから2子が8、4.5、だからおおよそここには4人か5人が通ったと、いうことになります。ハンドパワーです。トゥンツ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 、迎えに行ってない4人はい、合わせに行ってない。合わせてませんよ。確かに、まあ、疑惑は残る、ね、疑惑は残る。それは仕方ない。だって見てたからね。システム上仕方から。いつ使うか気になってんでしょ。いや、全然使えるから。例えばなんですけども、友達とバーベキューに行きます、遅刻しました、ね、で先に行かれちゃったと、自分以外のメンバーが、申し訳ねえなと、なんか俺ジュースとか買ってこうかな、買い足そうかな、遅れたし、ただ何人来てたの、この本日のバーベキュー。その時に足跡をね見ると、こっちに行ったなと。もういや、そこはちょっと待って、さ、呼ばれてないんじゃないの。こっちに行ったなって。あ、こっちバーベキュー会場、あっちかと、あっちの方でバーベキューしてるのかな。そうね、はい、そっか、なるほど、4人、なるほど。じゃあ自分も混ぜてジュース5個買っていこうね。ちょっと待ってね、バーベキュー会場に今日そいつはしかいないのか。いや、あるよね、山のね。あー、そう、なんか知らんけどね、そういうとこだった、ね、青銀原樹海みたいなところでね。いや、怖い。今日バーベキューやろうぜと、人がいないようなところでね。何が行われるかわからんけど。そういう時にはぐれちゃった。もう友達の待ち合わせですよ。友達の待ち合わせ。そいつ巻かれた、巻かれてはないよね。もう一回やりますか。わかりました、はい、もう一回やってみますね。はい、私、カメラ回したらちゃんと目閉じますから、はい、やってみますよ。よし、ね、それで行こう。すいません、ちょっと信憑性の怪しいクイズになってきましたけども。はいはい、じゃあ僕ここで目閉じます。ここでカメラ固定、映ってます。行きます。終わったら言ってね。これ目つぶってるうちに手動いてカメラ切れてたらやだね。よしよし、やっていきますよ。
限りなくね、ルールには、だいぶ怪しいゲームとなりましたが俺が果たして本当に目つぶってんのかとかね、歩いてる音とか聞こえないようにね、あのなるべく喋ってる声であの分かんないようにはさせていただきましたね。はい、ありますね、足跡ありますよ。この幅でいきますとここ綺麗に1個あります。あ、でもな、この線ギリギリか、ギリギリだな、これな、ここで、うん、7、うん、これだね。ここに入ってんのが、はい、こうかな、はいはい、ここまあギリギリって感じだね、うんうん、7、はい、1,2,3,4,5,6,7、うん、7、うん、7だから2で割って、うん、ここ歩ったのは、うん、3点何人正解、3点何人、でも俺だけしかいねえからさ、正解ですか。いや、はい、そうです。トゥンツトゥンツトゥンツ、いや、せめて俺だけしかいないから点何人はないわけまあ3ですよ。本当にちゃんとした方法ですよ本当にちゃんとした。ただね、もちろんなんですけど、サバイバルにね100満足いく結果はないと思う、うん、心得ていた方がいい。ご用意された世界ではございませんから、あくまで目安的なね。はい、ということでございましてですね、はい、非常にね、はい、役に立つ情報だったと思います。わかるんじゃないでしょうか、皆さんね、はい、連れの人たちの人数を知りたい場合はですね、土の上では使えますんで、はい、土の上では使えますんで使ってみてください。はい、本日はこれまで。それじゃあまた。